今日はだよを紹介するよ。これは韓国で大人気の車のおもちゃだよって言うんだけども、開けていってみようね。結構いっぱい種類があるんだよね。これはまずは何かな。これはそう、救急車だね。救急車、韓国の救急車ってこんな感じの形、色なのかな。そしてこの顔がフロントのところに出ていて、お話ができるみたいだね。お話をする仲間たちがいっぱいいるんだよ。それじゃあもう一つ開けてみようかな。これは何かな。これはよいしょ、ポリスって書いてあるからパトロールカーだね。こんな感じ、青色でとってもなんかかっこいいポリスカー、パトロールカーだね。そしてここでサイレンを鳴らして、そしてみんなのところに助けに来てくれるのかな。まだまだあるよ。これは何かな。これはあ、なんかタクシーって書いてあるからタクシーなのかな。よいしょよいしょ、あ、開いた開いた、あ、落っちゃった落っちゃった、大丈夫かな。はい、出てきたよ、タクシー。こんな感じのタクシー、ちょっと古いタイプっぽいよね。でもなんかかっこよくてかわいいタクシーだよ。よし、それからこれ、これはバスだね。バスが結構いろんな種類のバスがいるんだよね。よいしょ、バスはやっぱり他の車よりもかなり大きく作ってあるね。これは青いバス、バスがいたよ。そしてまだまだあって、これ、これは赤いバスだね。よいしょ、赤いバスがよいしょ出てきたよ。ちょっと表情も変わっていてキャラクターが違うんだね。あ、ここがこうやって開くようになってるんだね。中に座席が見えるよ。よいしょ、こっちのバスも、あ、開くんだね。これもね、中に座席が見えるようになってるよ。そしてあとはこれ、これはとっても可愛い、ちっちゃいサイレンがついてるからパトロールカーなのかな。よいしょ、これは女の子、女の子っぽいねこれ。そしてここにサイレンがついてるよ、パトロールカーなのかな。とっても可愛らしい女の子だね。そしてよいしょ、これは何かな。これは工事車両、レッカー車かな。よいしょ、車を引っ張るレッカー車、レッカー車だ、入っていたよ。よいしょ、こんな感じでここにもサイレンがあるね。そしてここに車を引っ掛けて、あ、引っ掛かるところがあるねこれね。これで引っ掛かるところがあるからこうやってつなげて引いていくことができるんだね。そうやって遊べるように作ってあるんだね。よし、あともう一つ、もう一つは何かな。あ、これはこれはバス、バスかな。よいしょ、すごいなんかちっちゃなおもちゃが溢れてきたよ。よいしょ、とってもいっぱいの種類があるんだね。本当にたくさんの友達がいるんだよ。これもバス、
ここは開くのかな。あ、開いた開いた。こんな感じで入り口が開くようになってるんだね。こっちのバスとちょっと背の高さがこっちの方がでかいね。大型のバスだよ。よし、韓国で大人気のタイを紹介したよ。楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。